すべての演技が終わって、ほっとした解放感がこうした選手たちの姿にもはっきり出ておりますが、ソビエトが予想通りと申し上げていいんでしょう。優勝、第2位が中国、第3位が東ドイツ、そして4位にルーマニアが入りました。日本は各選手とも激しい練習を行ったんですが、ここでその力を出し切れませんでした。11位に終わっております。それと驚きますことには、規定と自由を総合いたしました個人の得点でございますが、なんとソビエトが1位から6位までを独占しております。1位がダビドワ、2位がビチェロワ、3位フィラトワ、4位ザハロワ、そして5位がポレワヤ、6位がイリエンコと、各選手の面倒を見ておりますアスタフォアさんにしてみればこんなに嬉しいことはないでやりましょう。これはしかし剣持さん珍しいことですね。そうですね、私の知る限りでは初めてですね。本当ですね、はい、かつてはロシアの白樺と言われましたアスタホアさんも、まあ、心中は得意満面であろうと思いますが、あの規定10を割ってこの女子の演技についてどんな印象をお持ちですか。そうですね、難しいんですけどね、はい、考えてはいたんですけども、はい、ソ連の強さをしみじみと感じましたし、はい、また中国の力ですか、素晴らしい演技を発表してくれたことに、感激してますね。はい、これからまたソ連、中国という形でね、戦われるんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、日本について一言。そうですね、先ほども申し上げたと思うんですけども、はい、自分の体操が自分自身の気持ちで出せるような演技をしてもらいたいですね。はい、実によく頑張ったと思います。はい、剣持遠蔵、さんに今日もお話を伺いながら、女子の演技を楽しんでいただきました。明日は男子の方の、個人のナンバーワンを決める、競技が行われます。明日もどうぞお楽しみに。